5.56X45mm ト a t o 弾 5.56X45mm ト a t o 弾5 5 6ミ、mm、リナト t o 弾とは北大西洋条約機構により標準化された消火器用の実縫である中間弾薬としての性格が強い小口径高速弾であるナト t 標準番号はスタニッヒ4172で別名ナト t 第2標準弾と呼ばれ NATO 加盟国の軍隊を中心に幅広く採用されている。通常弾のほか、栄光弾、空砲弾、模擬弾がある。マガジンも規格化されており、スタニッヒマガジンとして知られている。元々はアメリカ軍で正式化された後、紹介料を加えた上で、NATO 及びその他アメリカ合衆国の同盟国と共通化し、供給の利便性を図っている。詳細は、下記参照。 米軍での正式故障は M855。陸上自衛隊でもアメリカ陸軍との弾薬共通化のために89式 5.56mm 小銃で採用された。また、62式 7.62mm 機関銃の置き換えようとして配備が進んでいるミニミ系機関銃もこの弾薬を使用している。日本国内では 6mm 未満の後継の ライフルを狩猟に使用することが認められていないため、狩猟用ライフルとしては許可されないが、競技用ライフルの後継としては、民間でも広く普及しているの一つである。以前の NATO 標準弾薬は、今日ではフルサイズ弾とみなされる大後継、高威力の 7.62EX51mmNATO 弾であった。これは、単発のボルトアクション式前世時代の 主力弾薬であった。30から06スプリングフィールド弾を置き換えるために、300サベージ弾を元にして作られたものであり、外形、性能的にほぼ、30から 06SF 弾と同クラスであった。しかし、標準が制定された時点で、すでに自動小銃が実用化、普及しつつあったことから、個人装備の消火器としては、連射時の反動が強すぎるという指摘が、特に、 アサルトライフルを中心に、しばしば批判された。これらの指摘には正当性があることが後に判明した。また、より昇降系で軽量な弾薬には、核兵士の荷物の重量を抑えて、蛍光弾薬数を増やせる利点があった。そこで、より小さい光景での弾薬共通化が実施されることとなった。1950年代後期に、アーマライト社や、 その他のアメリカ合衆国の銃設計者は、ここに昇降径高所速試作アサルトライフルに、222レミントンを使わせ始めた。222は0.222インチを表す。しかし、この弾薬は合衆国大陸軍司令部の要求を満たさないことが判明した。そこで、アーマライト社は、この弾薬の長さを延長して、ネック、薬莢の先端、 弾頭を固定する部分を短くした。これは222レミントンスペシャルとなった。同じ頃、スプリングフィールド造兵賞では、R. ハーベイが224スプリングフィールドとして知られるレミントン弾の延長版を作った。スプリングフィールドはコナークのコンペにこの弾薬を強く押した。この弾薬アートに民間用222レミントンマグナムとなるコンペにおける 222後継弾薬についての混乱を解消するため、222レミントンスペシャルは、223レミントンと解消された。ウィンチェスターは、彼ら自身の商標登録関連の混乱を防ぐため、設計名を、224E1 ウィンチェスターとした。ウィンチェスターは標準化を推し進めるために、223レミントンスペシャルから、 224E n e ニュインチェスターを製作した。結局、アメリカ陸軍が1963年に AR-15M16 として正式採用した際、223レミントン弾が 5.5645mm 弾として正式化され、その普通弾には M193 の正式番号が付与された。しかしながら、223レミントン弾は、 民間用のスポーツ弾薬としては1964年になるまで発売されなかった。1970年代に入ってから、NATO 加盟国は 7.62EX51mm、NATO 弾に代わる第二の昇降系弾を選ぶことについて合意に達した。この頃にはすでにアメリカ陸軍は 5.56mm 弾の運用を成功させていたが、 アメリカの 5.56mm 弾の設計は取り入れないとされた。代わりに、ベルギー海エル社の SS-109 が標準弾として選択されることとなった。アメリカ軍もこれを正式採用し、普通弾には M855 の正式番号が付与された。SS-109 では、223レミントンよりも重い弾頭を使うことにより、重厚初速は遅いものの、 遠距離における性能を高めた。弾薬の長さは 57mm、直径は 9.7mm であり、弾頭の長さは 20mm、直径は 5.56mm、0.223インチである。223レミントン弾と 5.56X45mm、ナトウ、SS109 弾は同等の外形寸法であるが、 前者は装薬が比較的少なく、後者の方が強力である。223カキにナトー弾を装填、発射することは可能だが、ライフリング、戦場のツイストレート、先天率が合わないため、懸命とは言えない。M16、M16A1 に採用されていた、ライフリングのツイストは12インチ、12インチで一周、する。数字が小さいほどピッチが強い。 原則として重い弾丸ほどピッチを強くする M16A2、M4 カービンでは7インチとなっているが、7インチのピッチで M855 が最良の集団性能を発揮するのは600ヤードであり、それより遠くても近くても集団性能は低下する。採用が検討されていた当時、不評用としてより好ましいとして9インチ、300ヤードで、 最良の集団性能が提案されたものの、採用はされなかった。5.56X45mm、ナトウ弾架器で、223弾を装填し発射することは、効果的ではないが安全である。特定の民間銃器メーカー、例えば、ブッシュマスター社は、どちらの弾薬も撃つことができるようにしてあるか、または、同じ弾倉に、両方の弾薬を混ぜて装填しても撃てるような、 設計を行っている。5.5645mm NATO 弾の通常弾、NATO 名 SS109、アメリカ軍名 M855 は、理想状況下では、難組織に対して、およそ380から 500mm の貫通力を示す。他の同様な尖り特計上段と同じく、難組織内では、ヨーイング、横方向へのブレを起こしやすい。しかしながら、 秒速820メートル以上の重光初速で発射された弾頭は軟組織内でヨーイングした後、弾頭下部の環状口のあたりで割れ、断片は軟組織の内部を傷つけながら散らばる。この断片化は、弾頭の断面形状と重光初速に大きく左右される。重光初速は重心の長さにより変化するため、重心が短い重機では、重心が長い重機に比べて、 殺傷能力が低下する。弾頭の設計が劣っていることについては多くの批判があった。特に断片化を起こさない程度の速度の時の殺傷能力の低下が問題とされた。例えば M4A1 カービンの14.5インチ約3 6 8ト、mm、ルの重心から発射された 5.56X45mm な当弾は約1 5 0ル先では 秒速750メートル以下にまで速度が低下し、殺傷能力低下を引き起こす。より重厚消速の高い M16 や M249 系機関銃でも十分な殺傷能力を維持、できるのは200メートル程度までと言われる。短距離射程では効果的であり、屋内や紫外線で使用される際には、体内に残ったまま断片化する傾向が見られる。比較として、 直径の大きい拳銃弾は目標を貫通して、さらなる負傷者を出す可能性がある。しかし、断片化しない場合には、小さい弾頭は十分な殺傷能力を持たず、重要な部分に当たらない限り一発の命中では、人間を無力化することができない。また、貫通力、例えば鉄板などに関しても、かなり弱い、7.62mm 弾でさえも、この点は、 効果的でないいとされている 5.56x45mm ナトウダンと市販の223レミントン弾及びそれぞれの弾薬用の薬室は完全に同一の規格ではない 5.56x45mm ナトウダンの薬莢は市販の223レミントン弾より厚く、このため薬莢内のスペースは減少しているが、 NATO 軍の圧力検査試験に耐える強度を持っている。NATO 軍と、米国サーミ、ザ・スポーティング・アームス・アンド・アン・ムニチオン・マン・イヤファクチャース、インスティチュートでの圧力試験は、検査方法、機器が異なり、NATO 軍で定められた 5.56X45mm、ナト o 弾の最大許容圧力の430ンパは、サーミ規格の、 223レミントン弾の最大許容圧力の379.21ンパより大きいが CIP パーマネントインターナショナルコミッション4ファイロームズテスティングでは5 5 6 x 4 5 m m ルナト o 弾と223の最大許容圧力は同一であるとしている NATO の軍用規格で定められる 5.56X45mmNATO 弾用の薬質は リード部分、薬室の前端からライフリングまでの距離がサーミ規格よりも長く、サーミ規格や CIP 規格で製造される市販の重な薬室の規格は各社で異なっている。このため 5.56X45 マムネイト弾規格の薬室から223レミントンガンを発砲することに問題はないが、リード部分の長さのため、 223レミントン弾規格の薬室から発砲した時ほどの精度は発揮機内。逆に、223レミントン弾用の薬室から 5.56X45 マムネイト弾を発砲した場合、その短いリードのため空圧が高くなり、銃への負担が大きくなるため安全上の問題が出る場合がある。サーミでは、223レミントン弾用の薬室から5.56 X45 マムネイト弾は発砲しないよう注意している。223デミントン弾用の薬室を持つ銃でも実際には 5.56X45mm ナトウ弾に対応しているものあるがその使用の際には製造元への確認や事前の試験が推奨される。なお、ナトウ通常弾アメリカ軍名 M855 は 厚さ 3mm の鉄板を貫通することができるが、鉄鋼弾、アメリカ軍名、M995 は最高で、厚さ 6mm を貫通することができる。NATO 加盟国での多くの消火器、特に、アサルトライフルが 5.56X45mm、NATO 弾を使用する。NATO 加盟国以外では、以下の消火器で使われている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。